えー、30代の後半に差し掛かりましたがいまだに「しいまだにゥクしと言いながら同僚にちょっかいをかけたりくだらない言葉遊びをして周りを笑かしたり歩きながら植物を引っこ抜いたりしています職場の後輩には「小5男子」とあだ名をつけられています私はこのままでいいのでしょうか すごいなこれ。まあいいんじゃないんですかうーんいいね幸せだねこの人うんまず職場が素敵だわうんだって職場でさ、あのー、同僚に「ドクシー」ってちょっかいかけたことある人いるいないよねいい会社だねこうこう これ会社的に認められてないところじゃない、ここの組織じゃないとおかしいよ、こんなのーそして、えー、植物を引っこ抜いたりしています、うん、小学生だね、いいんじゃない、植物抜いても、ねうん、タバコを吸ったらいけないところで吸ったりして叩かれるタレントもいるわけですから、えー、職場の後半に称号というあだ名をつけられてましたが私はこのままでいいですか、まあ、勝手にしてもらったらいいですよ、そのまま生きてみてくださいよ。 一回ただどん底は絶対味わうっていう神様、は平等に私たちに運命を与えていますからその時にもう、毒死じゃ効かないですよね、うん、植物を引っこ抜くじゃなくて髪の毛を抜きたいぐらいしんどい思いをする時もありますけどもその時またお手紙をください、その時また言うでしょう、毒死というような生き方をしていた罰が当たったんですよって、お疲れでした。